こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。いよいよオーストラリアアマゾン、運用が開始されました。オーストラリアアマゾンの、ね、マーケットプレイスはまだなんですけど、メルボルン、ね、オーストラリアのメルボルンにアマゾンのウェアハウス倉庫ね、FC、FBA 倉庫、これがオープンしましたというのがね、アマゾンから発表されました。で、すでに シドニーとゴールドコースト、ねえー、それからメルボルンと、ね、それぞれ倉庫の候補地が、まあ、憶測でというかた、ねえー、多分仲介した不動産業者とか関係者から、まあ、漏れてというかリークして、ねえー、発表になってたわけなんですけどニュースになってたわけなんですけど、まあ、今回は今までと違ってアマゾンが、えー、倉庫の倉庫をオープンしましたというのを発表しました。 えちなみに場所は、ね、メルボルンの街中ダウンタウンがここなんですけど、えー、その南東部、ねえー、この辺にキングストンヒースとか、ね、ロイヤルメルボルンというすごいオーストラリアでいいゴルフコースがあるんですけど、まあえー、本当にこの辺が、ね、オーストラリアメルボルンの金持ちが住んでいると言われる地域なんで、えー、本当にその目と鼻の先に倉庫が、えー、オープン。 されましたやっぱりねオーストラリアの輸送コストが高いっていのは分かってるんでおそらくこんだけ至近距離に持ってきたってことはね、えー、交渉がまとまんな,からまとまんなければ、まあ、自前でもしかしたら配送を、ねえー、用意しようというつもりなのかなという気がします、えー、既存の、ね、運送会社、えー、いつ届くか分かんない持って帰るのは当たり前、えー、そういう運送会社がね Amazon、えー、の要求に耐えられるかどうか わかんないんで、だったらむしろね、自前で用意しちゃった方がスムーズじゃないかなという気もするんでね、もしかしたらそんなことを睨んで、この、えー、消費者にすごい近いところにね、倉庫を持ってきたのかななんていう気がします。まあ、いずれにしましてもね、10月の開始予定、開始予想されるアマゾンなんですけど、もうすでにね、 えー、オーストラリアアマゾンのページにはまもなくマーケットプレイス、物販が始まりますという案内が出ています。興味がある人は登録してくださいということでね。でこれはもちろん登録しておけばね、ね、えー、物販始まるからキャンペーンセールやりますというのもあれば、あるいは始まる前に、えー、売りませんかという、ねえー、問い合わせ、えー、問い合わせじゃなくて、ね、お尋ねなんかもあると思いますので、えー、販売に興味のある人は、うん、登録しておいてください。でそれから ね、このニュースではいよいよ、えー、デススターが完成したみたいな書き方をしてますすで、えー、にオーストラリアにあるね大手の小売店にとってはこのアマゾンの進出っていうのはねかなりの脅威であるとネット通販の割合っていうのは7%ぐらいしかないからアマゾンがねそのうち半分持ってたとしても大したことないよという、まあ、強がった意見を言ってる、えー、アナリストというかね小売業界の方もいますけど、まあ、実際問題 今、ね、ネット通販が不便だから買えないだけであってアマゾンが便利なネット通販を持ってきちゃったらオーストラリアはひょっとして、ね、かなりの数がネット通販に流れるんじゃないのかなと何しろ、ね、店舗に行っても商品が置いてない、ね、で値段は高いというありさまなのがネットで頼めば、ね、1日2日で届く。 まあ、あるいはもしかしたらね、こんだけ立地のいい場所に倉庫を作ったってことは、メルブルに住んでる人は2時間で届くサービスをいきなり開始してインパクトを与えるのかもしれません。まあ、そうなるとね、えー、だって2時間って言ったらね、車で行って買い物して、で、帰ってくる間に届いちゃうじゃんということになるとね、これは相当インパクトがあると思いますんで、まあ、アマゾンで物を売ってね、 まあ多少高くてもこれれは売れるだろううといいううに思います、まあ、どんなふうな形のサービスで、ね、いきなり2時間配送が入ってくるのか、あるいは2日でやるのか、プライムサービスのスタートはいつなのか、あ、てかプライムサービスはすでに Kindle であるから、まあ、プライムサービスの人には、ね、その日のうちに届けるのか翌日なのか、等、ま、々、あ、含めて、その届く 時間によってね、必需品でも高く売れるのか、やっぱり趣味のもんじゃないと高く売れない,売れないのかっていうのは変わるんでね、結構その辺も興味津々で見守っております。まあ何しろ、いよいよアマゾン、ね、アマゾンが倉庫のオープンを発表しました。えー、楽しみに待ってます。えーねえー、何それって、オーストラリアアマゾンで売ると儲かるのと、ね、えー、今まだ。 このねメールセミナー登録してなくて、そういう情報をご存じない方は、このメールセミナーボタンを押してね、登録すれば、無料でその販売方法とかね、販売の開始時期とか、えー、お知らせしてますんで、ご登録してください。えー、ご登録お待ちしてます。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。